はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。最近の話ですけども、最近こちら、ドラクエ11ですね、ドラクエ11、無印です、無印、これをですねクリアしましたクリア、裏ボスまでクリアっていうのかな、しました。まあ、表のボス、まあ、昔からそうですね、表のボスがいて裏のボスがいて、全クリしました。うん、長かったですね、長かった。で、面白かった、面白かった。やっぱ人気、ね、最近のドラクエの中で多分一番人気っていうぐらい人気らしいんですよ。面白かった。で、しかもこれね、まあ、1480円だけど、セールで980円で買ってるんで、980円とは思えない、まあ、中古だけどね、980円とは思えないぐらい、久々に楽しかったです。楽しかった。何を言ってもね、これをやってた前がこれだからこれ去年で今頃やってたかな、もうちょっとか、去年の10月とかぐらいにやってたはずで、これ全クリしてないまんまなのよ。してないまんま、だからそのままやってなかったんですけど、これをクリアしたからこっちにするかちゃんとクリアしていこうかどうしようか、ちょっと今迷ってますね。とりあえずこれクリアしたんで、ふーって感じです。ふーで迷ったのが、これの S、 これドラクエ 11S っていうのがある。 S がちょっと欲しいなとちょっと思っちゃいますね。でもシナリオ上ね、ほとんど一緒なのよ。ただこれね、無印ってボイスがないのよ。ボイスが 11S、 11S だとフルボイスじゃないけど、ボイスが入ってるのよ、この一つ一つのキャラクターに。これ昔のドラクエの喋るとトロロトロトロロの方なんだよ。 S はちゃんとボイスで喋ってるんだけど、これはトロロトロトロトロ、これなんだよ。喋りがないだからこれをクリアした後に S やった人も結構おるっていうのは分かる。ネットで見てたら、これをやった後に S 買って S やったら S の方が面白かったです。ただ S はね、まだ高い、4000円超えるのよ、4,500円とかするんで、いやこれやった後にまた4,000円も出してするのっていう感じがあってS にしかないのかね。表のボスがいて裏のボスがいて、まあちょっと表のボス裏のボスとはちょっと違うけど、まあ、そんな感じがあって、さらに真のボスがある S はね、これないのよ。だから別にそんな難しくないね。だいたい表のボスの時にもレベル99でしたけどね、そもそもボスがオートモードで倒してましたそんな感じでした。はい、ということで、質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。こんばんは。浮き取りパラソルは台湾のものより、スリム車のパラソルの方が側パラもついてるし簡単に取り付けできるのでおすすめですよ。道糸から高切れして浮きを流した場合、浮きを回収し、失う時って大半の場合は浮き取りパラソルをタックルバッグの中に入れてて、それを取り出して高切れした道糸を結んでる間に浮きが遠くに流れてしまい回収できないことが多いと思います。スリム車のパラソルには最初から側パラがついてますが、側パラだけも売っているので台湾のパラソルにも取り付けできます。この側パラという取り付け器具が優れもので一瞬で取り付けできますよ。 お確かめあれという、まあ、質問というよりは、まあ、まあそういうコメントが来ております。この台湾のパラソルがのなんか質問かなんかでなんか来てた質問コーナーのコメントですね。はい、まあ、これに、まあ、側パラ、なんかそれ思い出せなかった、なんかすぐ取り付けれる釣り武者ね、釣り武者の側パラがついてるやつがあるのよ。しかも円筒、もうこれに側パラがついてるような感じだよね、簡単に言うと。があって、それがまあいいですよみたいなこと話はしてたんですけど実は一回ね、この釣り武者のパラ、側パラ付きのやつって買ったことがあるのよ。昔ですよ、買ったことがあって。昔ね、五目チーズさんが使ってた、まあ、ちょっと動画最近あんまり出てない、正月ぐらいしか出てないけど、五目チーズさんが持ってるのよ。で、五目チーズさんはバッカの上にいつもこうつけてんだよね、なんか専用のなんか浮き取りパラソル専用のこうなんていうのが、なんていうか、尺ホルダー的ななんかあれにこうなんか専用に入れるのあるよね、釣り武者のあれにずっと入れてて、で側パラがついてるから側パラでこうやってフッてやってたんですよ。
で、それ見てあ、いいなと思って、実は自分もね昔ね一回買ったことがありましてですねでなんで今使ってないのかという、ないんですよないというのは、もう即パラって、まあ即パラ専用の木か金具っていうのかな、なんかあるんですよ。なんか慣れたら別にいいのかもしれないけど、自分何回かやってもなかなかも慣れなくて、なんかこう回して通してくる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 キュッっていう感じですよね。何回かやって家でやってるとできるのよ。で一回その浮きがね高切れして、あパラソルパラソルってパラソルって、あこれ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 こうでこうでこうでくるくるくるってキュッてやって、で投げたらそのまま浮き取りパラソルがパシャーンって飛んで、あれ抵抗がないパラソルが飛んでいきましたパラソルだけなんか結び方が違ったんでしょうね、即パラの何かが。でそれ以来、あこれダメだと自分の中で、ね、自分に合わないなと。今まで通りこれ普通にねこうくるくるって自分のこう結び方あるじゃん、こういうの結ぶ時の、まあ、あれのがいいと確実だと。パラソルごとの値が高いじゃないですか、あの釣り武者のやつも、これもそうだけど、あのこれも3000円ぐらいするんですよ。これ台湾のやつね、台湾の円筒パラソルだったかな、3000円ぐらいするんですけど、もう最初からこう鉛が入ってて円筒ができるのよ。だから命中率もいいしね、あのノーマルのオレンジ色に比べたらあの重さがあるんでね、あの狙いやすいんですよ。で釣り武者のやつも確かそうなのよ。それにプラス、ね、金具がついてて、あのすぐ取り付けれますよって感じなんだけど、あれもこうくるくるくるってさやるじゃん。別に普通に結んでもさ、自分あの 7,8 秒あったら結べるのよ、こうくるくるくるってギュッて 7,8 秒かかんないか、 5,6 秒で結べるのよ。で即パラ何秒でやれるかって言ったら 3,4 秒かもしれんけど、その数秒で変わんないよねっていう、まあ自分の考えですよ、自分の考えでそうなりまして、まあ、釣り武者はまあうんもういいかなともう自分でここに結ぼうが確実だと。その初めて使った1回目で飛んでいきましたか、その釣り武者のその即パラのやつがね、なんか自分の結び方が悪かったの、別に金具の不具合とかじゃなくて、あの浮きが流れるっていうのはあの当たり前ですけど、そう普段毎日やってるわけじゃないから、やっぱこう浮きが流れちゃう、あ早くしなきゃ早くしなきゃって慌てるじゃん。でこういう結びっていうのはさ、もう今まで何十年も結んできてるからさ、間違いはないわけよ。でも即パラってさ、その時にこうちゃんと結べればいいんだけど、結べるっていうか、まあ、こうくるくるくるって回すよね、何かしらのあれが間違ってこうなんかやっちゃったんだろうな、自分の正直若干慌ててたと思うんで、それで投げてもうパラソルだけ飛んでって、あれないないじゃんっていうのが過去に一度ありまして、それから買ってない、だから自分にはちょっと合わなかったっていう話ですそんな変わんないしね、まあ、一番はね、浮きが流されない、流されないっていうか、流されないするにはやっぱパラソル、この浮き取りパラソルが輪っかの横にあるのが一番理想ですよ。理想、これが絶対理想だと思う、この方が書いてる通りに理想だと思うんですけど、あの即パラがねどうも合わなくて、五目鎮さんが持ってたのを自分はこうやってた時に何回かやってやっとこうなったのよ。でもちろんその買った時も家で何回か練習したのよ。でそれからさ期間空いてるわけよ、ある程度期間が空いて浮きが飛んでった、あこれ1個しかやれてないわけ、そのパラソルって2個も3個も持っていく人いないよね。で磯に行ってたはず、磯に行ってて、あ流されたと思って、まあ当然その時もタックルボックスが出してこう結んだんだけど、まあ、失敗したという話ですよ、結び方はね。なのでまああれはね、もう向き不向きがあるというか、自分にはなんか合わなかったというか飛んでっちゃったんで、ね、まあ、もったいないことしたなっていう感じですかね、はい。まあ、ということでございまして、よろしいでしょうか。だから自分はもう普通のパラソルがいいです、はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。ラウンズさんなら今度の24トーナメントと、モンスターフォース口太ならどちらが欲しいですかという質問が来ております。参りましたねモンスターフォースは実際使ってすげえいい竿だったんですよ。使ってというか、まあ、お借りしてね、うん、いい竿だったんですよ。なのでいや、あの今現行で出てる竿の中では一番欲しい竿です。お金があったら買ってる竿ですね、モンスターフォース口太、それぐらいいい竿です。
だけど、まあ、今度の24トーナメントも、ね、なんか新しいカーボン使ってなんか 細くして肉厚にしてちょっと設計がいろいろ変わってるんで、まあ、すごく気になりますよね。ただこう竿の曲げの動画とかね、あの台場からまだ出てないんで、まあ、判定的にはちょっとまあなんともっていうところ、まだどっこいどっこいかなって感じ。もそもそも実際使ってるしいいんですよ、いいんですけど、まあ、でもどっちかっていうと新しい24トーナメントが欲しくなるのかなという感じはしますね。これはめちゃめちゃ気になる、うん、完全にもうフルリニューアルですから。2016のトーナメントと2020って基本多分変わってないんだよ、ほとんどガイドがちょっとね、変わったとか、ゼロなんとかにだから変わったとか、あとまあカラーリングが変わったとか、ほんともうその程度ぐらいだったんで、あとあれかリールシードのあれが三角になったのか、ここの CG 当てのとこはねだったよねあんまりこう変わりがなかった、カーボン自体というか竿自体の大きなこう変更がなかったんですよ。だから多分あんまり変わってない、だから釣り味が変わんないはず、16と20はおそらくね、おそらくよ、うん、だから今度の24トーナメントはガラッとね、もう完全フルモデルチェンジっていう感じで変わってるので、そこがすごい気になりますよね、うん、それがまあ良しと出るか悪く出るかっていうのは、まあ、実際ね使ってみないとわからないところで困ってるんですよ。24欲しいなみたいな、新しいトーナメント欲しいなってなるのかな今のところはまあ本当どっこいどっこいなんで、まだこうちょっとなんともっていうところです。この方のコメントの返信の1人目、もう2人いるんですけど、1人目にこの質問にはぜひとも回答を願います。少なくとも24ファイヤーブラッドよりも24トーナメントじゃないですかね。今回は台場の方が開発者の苦労を感じるという、この、ね、質問のコメントの返信でコメントがついてるんですよ。まあ、質問されてる方は24トーナメントとモンスターホース口太どちらが欲しいですかっていうことなんですけど、この返信の1人目の返信の方は24ファイヤーブラッドと24トーナメントって書いてるんで、まあ、ちょっと内容がちょっと違うんですけど、まあ、ファイヤーブラッドも新しくなるしトーナメントも新しくなる、まあまあどっちかって言ったら自分はね島一応島の派なんで、ね、最近台湾のトーナメントよく使ってますけど、基本島の派っていうことで言うと、まあね、ホームページの力の入れ具合から見ると、ホームページの力の入れ具合っていうのは結局開発にどれだけ苦労したかっていうのが簡単に言うと載ってるだけなんで、だからまあちょっと前に出たね、ちょっと前っていうか去年か出たアテンダー3とか、まあ、開発にやっぱ十何年かかってでいろんなとこ苦労してますよっていうところと、まあ、それが苦労した分すごいいい竿できましたよっていうところをすごく宣伝でねこう歌ってるわけじゃないですか。まあ、それと一緒で、まあ、ファイアブラッドとトーナメントだったらトーナメントのホームページのね書き方見たら分かるけど、すごい細かくで専用ページまで作ってるぐらいだから、トーナメントそうそう竿専用のね普通のこのページがあって別にまたなんかページがまたあるみたいな、トーナメント専用のそれぐらい力が入ってるんで、まあ、気になりますよね。でフルモデルチェンジっていうのは気になるんで、まあ、ファイヤーブラッドよりもトーナメント寄りにはなってるから、この返信のあれで言うとね、うん、っていう感じですかね。もう一人ね返信されてる方がいまして、この方の、コメントはファイヤーブラッドはマッスルカーボンだけですもんねという、まあ、コメントも来ております。まあ、確かにね、まあ、ファイヤーブラッドは、まあ、見た目だけで言うと、まあ、マッスルカーボンだけですけど、まあ、竿というのは、まあ、先日もお話ししましたけど、まあ、カーボンが全てなんで、全てカーボン、基本カーボンでできてるから、まあ、カーボンが変われば、まあ、当然釣り味というのは全然変わりますし、やっぱね20年30年前もう、まあ、もちろんその時はその時でいい、ね、カーボンを使ってたかもしれないけど、 今の技術と、ね、新しいカーボンとかいろいろ生まれてきてる中での最新カーボン、まあ、シマノは 何のカーボンとか書いてないけど、その当然いいカーボンなんでしょうね、マッスルカーボンという、それを使ったね、カーボンなので、まあ、それは釣り味はさらに良くなってると思いますけど、まあ、
パッと聞いた感じではやっぱりマッスルカーボンだけかっていう感じになりそうですけどね。トーナメントだったら設計自体が全部変わってますから、肉厚、細身肉厚になってるに対して、でしかもカーボン変わってるとに対して、ファイアブラッドはマッスルカーボンだけってなるけど、カーボン変われば多分結構変わると思うんですよ。で、もともとファイアブラッドシリーズって、まあ、トーナメントとね両方使ってたら分かるんですけど、トーナメントはどっちかってこうね粘り重視になってきたかなっていう差王に対して、ファイアブラッドはパワー重視なんですよ全部ね。それにさらにマッスルカーボンが乗るってなる と、 ちょっとどうなるんだろうなというまあちょっとその辺も気になりますよね。デックストラルがね、ファイアブラッドの中で一番同調子なのに、同調子でもパワーは多分マックス強いんじゃないかなっていうぐらいあるんですよね。でもその辺は気になりますよね。マッスルカーボンはどんなあれなのかね、まあ、自分も体感したことないんでね、イソリミテッドしかまあ乗ってないでしょ深瀬だと。だからね、臨海リミテッドに乗ってるみたいなコメントもあったんですけど、臨海リミテッドね、あの臨海で一番上ホームページ見るとないんですよね。いやそんな乗ってたかなと思って一応見たんですけど、でいつかコメント来てたんですよ、臨海リミテッドもなんかマッスルカーボンですよってあったんですけど、ないんですよね今ホームページ見ても。でそんな記憶もなかったね自分も。どこ書いてるのかな、タグにはないんで、文章は全部読んでないけど、どこあったのかな、もしかしたら、はい、まあそんな感じですね。なのでまあね、まあ、まあ一番このね質問されたコメントの方のね内容で言うと、24トーナメントとモンスターフォース口ぶとならということなんですけども、まあ、価格も1万円ぐらいモンスターホースの方が高いんでしたっけ、確かまあ、気になるよね。どっちも気になる、正直どっちも気になるけど、まあ、ちょっと今後の秋のね多分新作の多分釣りをしてる動画が多分シマノもダイヤも多分出てくると思うんで、まあ、それを見ながら竿の、ま、曲がりとかね見てちょっと考えたいかなと思います。まあ、どの道すぐには買わない、実際ね買おうとしてもお金がないのもありますけどまあ初期のモデルを買うと自分は不具合がね初期不具合が多いんでまあしばらくね何回か作られて生産される方も慣れてきた頃に買うのが一番カーボンも安定してるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、まあどの道すぐに買えるもんじゃないんで、まあ来年あたりでも、まあ、どっちかね欲しいなと考えておこうかなというとこです。まあ、でも新しいのがいいよね、そうなるとね、いろいろと今後のあれをね考えると、はい、まあそんなところでございます。まあ自分にとってあとね一番もちもちするかどうか、ここなんですよ。ここファイアーブラッドもねいいかもしれないけど、結局持って自分があこれもちもちするなと思ったら、もうそれはね釣る気をなくすんでね、もう制覇エアマスター、最近で制覇エアマスターですよね、あれ 160g しかないのにもう半端ない自分を持ち重りして、自重に対してのなんでこんな持ち重りするのっていうぐらい調子が合わないんだよね。その辺がやっぱね関わってくるので、やっぱりこう実際にはこう振ってみないとっていう、最終的なところはね振ってみないとっていうところなんですけども、ではトーナメントも今まではね持ち重りないですけど、まあ、今回のでこう細身肉厚となってちょっとどうなるか、 BBXSZ1 かが出た、もう10年前ぐらいですけど、あの白い竿でね出た時に細身肉厚で出てたのよ。あれも1号と 1.2 号持ってましたけど、半端ない持ち重い、あのさ超先調子だからさ、もう超重いのよあの485と520かショートズームって SZ ね、あれね持ってましたけど、あれもほんと、まあ、やばいぐらい持ち重いがすごいのよ。1日竿全然触れなかった、魚あんまり釣ってなくても1日触れなかったぐらいやばかったね。まあ、やっぱそういうのがあると、まあ、釣りをね、まあ、もういいやってなっちゃうのよ。重すぎて腕痛いからさ、こんな我慢してまでやる釣りあるみたいな、そんな感じになるんでね。一番持ち重りしない竿がいいんですよ一番はねまあこの辺は、まあ、今後ね竿のこう曲がりとか、ね、テスターの人たちが曲げる多分動画が今後出ると思うんで、出てそっから今度自分で持ってみてとか触ってみてね、振ってみてどうかなっていうところでこう考えていきたいと思いますね。今のところはトーナメント24トーナメントモンスターボスならやや
やや24トーナメントが欲しいかなって感じ。どっちか比べるとね、結構一緒ぐらいなんだけど、どっちかっていうと24トーナメントがちょっと欲しいかなみたいな感じがあります、今のところはね。いやいやよ、いやいや本当はどんぐりの背比べじゃないけど、いやいやこっちかなといった感じです。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。ということで、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。